はあ、2日前ぐらいにですね僕、あの、ある動画を見まして、その感想を述べたんですよ。そしたら今ね、798、まあ、約800回ぐらい回ってて、も、ま、う、あ、ちょっと当たったかなと、僕の再生数からするとね。まあ、大体いつも100ぐらいなんで、僕、まあ、8倍ぐらい上がったなと。で、このチャンネル、この動画からチャンネル登録が1人いてますね。<laughs> はい。あの、最近ね、フジテレビで、 3分に、昔のコンテンツだと思うんですけど、3分にまとめてて、またなんかアップしてるやつがあるんですよ、ノンフィクションで。で、それが東大卒水木さんの部屋みたいな、うん、コンテンツなんですけども、まあ、それ見てね、僕は感想を述べただけなんですけど。<laughs> だから、東大卒水木さんですね。で、その水木さんが何言ったかっていうと、なんかそのゴミ屋敷なんですよ。で、ゴミ屋敷で、なかなか捨てられないんですよね、と。で、その捨てられない理由は、まあ、人間は気持ちが変わるけれども、あの、ゴミは、 ゴミとというか物は、まあ、捨てなければそこに存在するとそうっていう話をしてて、まあ、わかるなみたいな。まあ、久保さんもそうだと思うんですけど、まあ、いろんなお客さん対応しててね、まあ、僕はやるやる詐欺みたいな命名してるんですけど、<laughs> 頑張ります、やりますってってね、まあ、その気持ちは変わるわけじゃないですか。であとはまあ実際これデータも出てますけども、離婚率が日本は30%か40%、3何か。 ね、神父の前で愛を誓っても気持ちが変わってね離婚するっていうこともあるわけじゃないですかだからまあ人間の気持ちっていうのは変わるんですよねだからその確かになみたいな確かにゴミは捨てなければ存在するなみたいな, <laughs> なすげえ分かってね僕もでなんか車いいっすよ愛車はいいっすよみたいな車は裏切らないみたいな 人は裏切るけど、車は裏切らないと。自分の愛情次第で、金はかかるけども、愛情次第で維持もできていくし、なんだ、あの、いろんなとこにこう行けるし、車いいっすよ、みたいな話をしたんですけど。で、で、その話をしときながら、まあ僕も人間なんで気持ちが変わります、みたいな。その愛車 R を手放しました、みたいな。で、手放した理由は、まあやっぱそのパクられたらどうしようっていう不安があったりとか、まあなんかその、なんだ、ああそういう話をしたんですけど。 だからね、あの、お金も裏切らないんですよ。うん、お金も裏切らないし、物も裏切らないんですよね。うん、だから一番信用できるものって僕、お金とか物じゃない、愛着持ったら物とかじゃないですか。うん、で、その物を維持していくためにお金ですよね。まあ、車だったら、そのね、メンテナンス費用ですよね。な、お金裏切らなくないですか。<laughs> <laughs> なんかあの、例えばガス代払うじゃないですかガス代払って裏切られます <laughs> ガス代払ってるけどもガス会社が提供しないってことはあんまないと思うんですけどね、まあ、たまにねお金払ってもそのサービスが受けられないとか、まあ、そういうのはもちろんあるんだけども大抵のものはうん、まあ、受けられるじゃないですかコンビニでな例えば100円払うじゃないですかパン買うためにね100円払っていや、すいませんパン提供できませんみたいな <laughs> 多分ないと思うんですよ。 お金払えば手に入れられるじゃないですかそ。そこにあんまり裏切りないですよね。うん、でも人はやっぱね、変わるんで。だから、その、結局そのお金っていうのは、お金を扱ってる人の気持ち次第なんですよね。お金は汚いことと思うんだったら、お金は汚いものになるだろうし、お金は、あの、裏切らない一つのものって考えれば、お金はいいものになるだろうし。だって、まあ、実際そうなんで。 その事実を客観的に見るとね、だから久保さんの、その、じゃあガス代は、あの、お金より、なんすか、あの、愛が大事なんだったら、愛で、その、ガス代の請求を対応してください、みたいな。ね,ねそう。まあ、愛でどうやってガス代払うんですかね。見物ですよね。逆に、その、なんかあの、見てみたいですよね。愛でガス代をどう提供、あの、賄うのかっていう。 <laughs> ガス会社にどうせその愛を説得してガス代の価値をどう転換するのかっていうのはすごく僕は想像つかないですねうんどうやったら説得してガス代8000円を逃れられるのか愛を通して <laughs> 僕は想像つかないですねうんただまああの何すかねお金が一番いいと思いますよ本当に なんかお金お金って言うとやっぱねあの、気嫌いする人もいるだろうし、お金がすべてじゃないですよっていうやっぱ反発もあるだろうし、でもそう思ってるんだったら、じゃあそれで生きればいいだろうし、<laughs> なんかね、なんか事実を、事実を元に考えた方がシンプルでいいんじゃないかなと思うんですよね。請求が来ました。 そこにお金が必要ってその事実しかないんですよ。生きていくためにお金が必要っていうその事実しかないんですよ。で、その事実を否定するんだったら、なんだ、お金がない世界。まあ、無人島で暮らしてで、無人島もなんか土地の権利とかわかんないですけど、お金払わないといけないわか,かんないですけども、まあ、そういうとこ見つけて山、山行ってね、わかんないですけど、なんか自給自足するしかないんじゃないかなと思うんですよね。そのお金を否定するんだったらね。うん。なあまあ、お金と、お金を稼いで、 その人じゃなくて物にねこの愛着を持った方が、うん、結局そのものっていうのはもう自分次第なんですよね自分が愛着を持ってるか持ってないかなんですよそれでそのものの価値って変わるんですよだから絵とかもそうですよねあの人はあの絵に何億円払って何,何がいいのかっていうでもその人にとってはその価値なんですよだからそ,れそれがいいんですよでも人っていうのは 自分がこう愛着持ったとしても愛したとしても相手の気持ちが変わったら一緒に寄り添えないだろうし <laughs> だから難しいんですよね物に関しては自分のコントロールなんですよ自分の感情次第自分の気持ち次第でそのものに対しての価値変動だったりとか,そのなんか愛着だったりとかそ,のそういうのは決められるんだけども人間はね その相手の感情もあるのでここがね厄介なんですよねここが難しいところででも逆を言うと難しいからか難しいからこそ面白みがあったりもしてねここはまあ何とも言えないですけどねでも一番楽な方法はお金を稼いで物を愛するっていうも <laughs> のを大切に使うで物を大切に維持していくためにお金も稼ぐ、まあ、これが一番すげえシンプルな生き方なんじゃないですかねうーんそう ななんんかあんまり左右されない自分の気持ち次第ですから。うん、でも、人だと、その人に左右されたりとか、なんかいろいろ変わるんで、うん、なんか、まあ、僕が行き着いたのは、うん、人っていうのは愚かだなっていうね。<laughs> そんな言ってる僕も愚かだしね。っていう、なんかその、こういうふうに言ってる自分も愚かだなっていう客観的にこう見れるし。 ただなんかいろいろビジネスやってて、僕は良かったなと思うのが、そういういろんな本当に側面、角度で見れるっていうのが、まあ、他の人とやっぱ違う、違う、違う、他の人と違う人生が送れたりとか、他の人と違うこの訴求、話し方で話せるっていうのは、まあ、そういう違うところを見てるってところですね。うん。まあ、よくありますけどね、なんか、こっから見たら丸、点だけど、こっから見たら縦で、こうでっていう。どの角度で見るかによって、長方形なのか丸なのか、なんか変わってしまうっていう。 だからこ,れをこ,このものを真理、こ,こ,のこれをもう真理として捉えるんだったら、これ全体をこう見れる視点ですよね。を持ってると行きやすいと思いますし。でも、この一方の視点でしか見れないんだったら、まあ、答えはこれになっちゃうんですよ。答えはね。これはひ答え一つしかないんですよ。でも、いろんな側面で見れると、答えは、いろいろ答えが出てくるわけですね。うん、はい。いってらっしゃい。